こんにちは、もかむしです。今日はねまだね、こうなんだろう、幸せな気持ちがまだねホクホクしてるんですけど、私の大好きなブリーチの原画展に行ってきたんですよ。原画展ってものに、ね、初めて行ったんですよ。原画展ってことを忘れて行ったら、なんか線がいっぱいあると思って、あ、これが原画なんだと思って、そう、私は絵がめちゃくちゃまあって感じなんで、みんな絵がうまく見えるんですけど、もう私がだからなんかもう 何言ってもなんかもうすいませんみたいな感じなんだけど、本当に絵がうまくてびっくりしちゃって、いやね本当幸せだった。私ね、レンジがね推しなんですけど、めちゃくちゃかっこよかった。ジャンプフェスタに行けてないんですけど、配信のやつで久保先生が、編集さんが言ってたんですけど、原画展に入った時に、まあ、いっぱいこうキャラクターがお出迎えみたいな感じで、それ用の書いてくださいって言ったらしいんですよ。5体ぐらいだかな、5体ぐらいお願いしますって言ったら、もうキャラいるんだったらこのキャラも必要だよね、このキャラがいるんだったらって、ね、もうね本当にいっぱいいた。原生組からゴテ13体にバイザード編の人にアランカルで、もうねいっぱいバーっていてね、それのレンジがもうめちゃくちゃかっこよくって、久保先生ありがとうございます、すごい幸せな気持ちになりました。その原画展の中はちょっと撮影が NG だったので、今回ブッキングをいっぱいね、いっぱい、もう本当に大人でよかったって思うぐらいいっぱい買ってきたので、それを紹介したいと思います。このシーンのなんていうかね、複製原画というやつを買いました。漫画とかよく分からなくて、ほんとただのブリーチオタクで、あれなんですけど、コピーしたのかな、原画を。すごいの、臨場感が半端ないの。そう、レンジの成果あって、私赤髪のねアニメキャラを好きになる傾向が、初めての恋、最初で最後のガチ恋なので、すごい、ここに少年ジャンプ原稿第37-38って、すごい漫画ちょっと詳しくないんですけど、こんな感じで書いてます。後ろもなんか滲んでる感じがあって、本物みたい。これでもどうやって保存したらいいんだろうね。あるちゃん最近オタクに優しいからさ、なんかこうアクリルスタンド入れとかさ、色紙入れとかあるけど、複製原画入れはないか、なんかいいのあったら教えてください、お願いします。これがシールだね、シール。これはなんかもう記念に買いました。レンジが多分いなかったんだけど、記念になんかこんな感じのですね、こんな感じので、絵のタッチが可愛いよね、思わず買っちゃいました。これが、ね、このステッカーコレクションもね全然なくて、ね、レンジはね生きてたのよ。あとさ、リルカちゃんのさお部屋でさ、ルキアがウサギちゃんにされちゃったステッカーが欲しかったんだけど、売り切れてましたね。これはそう、ザビマルですね、かっこいいこれポストカード、これね本当に優しいの。なんかね、中身がまず分かってることがまず優しいじゃない、オタクの皆さん分かるでしょ。だいたいねシークレットの踊らされるんですよ。なんだけどこれ中身が見えてる、でしかも優しいの。レンジがね、5枚中の3人ね、3人のレンジが、ここと、これレンジの単品やばいよね。でここら辺にいて、もうこれイチゴで、で私ね、リルカちゃんめっちゃ好きなので、織姫も当時学生の時は織姫の良さに気づけなかったの、私はこの野郎なんですけど、もう大人になってブリーチを見返して、なんて織姫可愛いんだろうと思って、私こんな女になりたいなって思うぐらい、本当織姫だからね、久保先生が描く女の子が本当に可愛い、何なんだろうねでこれのね私さ、なんか大きいの欲しかったんだけどなかったからね、でもここにポストカードあったから、もう渡しとくと思ってね買いました、ポストカード。ポストカードはね、送らない送らずにポストカード入れに保存します。これ養生テープ養生テープってすごいよね、現世組の扉絵だって、すごいね。こんな感じの養生テープって何に使うんだろう、へえ。荷物とかかな、荷物とかで、友達になんかプレゼント送る時とかに使おうとします。これがレンジのアクステですね。かっこいい、かっこいいね、レンジくん本当かっこいいね。これが原画展の卸しのやつで、
ズやばい、パズル。え、これのレンジがもうイケイケなんだよね。レンジがもう見て、やばい、かっこいい、やばい、みんな色で、ほら子供たち、いちかちゃんと、あー何くんだっけな、いちかちゃんと、あのいちごの子供、いちごとルキアじゃない、いち、いちごと織姫の子供ね。私パズルをさ完成させたことがないのね。で、まあ、お友達と行ったんだけど、まあ、なんかこの レンジの部分だけならどうにかできるんじゃないって、ね、ここだけならさ数十ピースで多分、まずレンジを作ろうと思う。レンジを作ってお母さん手伝ってください。パズルはできる気しないんだよね。1000ピース？初心者じゃないよね。1000ピースってやばいよね。初心者20ピースとかだよね。20ピースで、あの幼稚園生のチーク系とかじゃないけどさ、いや2000か、すげえっすね。これがブロマイドかな。ブロマイドが私この6番隊推しなんで、レンジと、これあれだな、多分あの久保先生がその原画展用の、 あの入り口のところにのレンジの絵のブロマイドと白くんね。白くんかっこいい。いやーねー、ネルも可愛いから買った。ネルとあとリルカちゃんね。リルカちゃんも可愛いよね。あれ入場特典、友達と行ったんですけど、私浮竹さんが出たんですね。いや浮竹さんもすごく大好きですよ。大好きなんですが、推しが出なくて泣いてたんですよね。レンジじゃなかったって、もうどうやらなんかレンジないみたいで、なんか友達はなんかまあ好きだよぐらいな、なんかもう私レンジやばいみたいな感じで言ってる隣ではよかったねみたいな感じで言ってくれる友達がビャックンだったのね。あでビャックンだったんだけど、なんか誰がレンジじゃなかったよって言ったらビャックンで、え平子推しって言ってたよねって、え浮竹さんと交換してくれたら私喜ぶよって言ったら、あげるよって言ってくれたの。喜んで、ありがとうビャックン。やだこれは、ね、しかもこれ入場特典なの。入場したらこれもらえるんだよ。実質チケ代無料みたいなね、そんな感じのクリアカードっていうのかな、でいただきました。あと、あそうそう、これそう、まだ届いてないか、届いたらご紹介しようと思うんだけど、なんか会場受注みたいなアクセサリーがいっぱいあったんですよ。で、あのレンジのザビマルのリングもね、いや買うべきだったんだけど、ちょっといかついなと。もうこのままパンチしちゃうような結構いかついリングで8000円を飾るかと思ってちょっと悩んだ挙句、あのチャッピーのネックレス、チャッピー、あのソウルキャンディーが入った入れ物のルキアが持ってるチャッピーのネックレスを買って、まあ、いつか届くようなので、それは届いたら紹介します。ガチャガチャね、会場のグッズが出たところにガチャガチャがあって、これはピンズなんですけど、何かね見えないんだよね、黒くて見えないので、なんか隣のお姉さんがえやばい、ここイチゴしか出ないって言ってたから、あイチゴしか出ないんだと思って、私そのねルキアか浦原さんが欲しかったの、レンジがいなくて、でルキアか浦原さんが欲しくて、あそこレンジイチゴしか出てこないんだ、じゃあ隣かなと思ってね、隣のやつの上と下を一個ずつ回してきました。中見えないんだよね、すごいよね。おお、厳重、まだ見せてくれない。でラインナップがこんな感じ、見えるかな、感じで、かすごい、ね、オリジナルピンバーツはこれ用に描いたのかな、すごいよね。平子が出たらあげようと思ったんだけどね、開けたのよ、開けたらこれだったから、なんかもう開けるの諦めてね、家で開けようと思ってね、開けなかったんだよね。開けます、何が出るかな。いちごでもなんかいちごいっぱいいるよ、そう10分の4だから5分の2、5回引いて2個レンジやイチゴ出るから、出るんよ、しょうがない、主役だもん。もうイチゴもかっこいいよね、当時私イチゴとレンジ推しだったんだよね。こんな感じで、いやーかっこいいね、いいね、なんか
かんない、ピントってよくわかんない、私じゃないんだよ、なんかこういうのよくやってるけどさ、え、これ1個500円したの500円もした。なんでも普通にピンクって500円ぐらいするか、なんかガチャガチャだから高く感じるよね。もういいか、最後いきます。あ、私は持ってます。浦原さんだよ、かっこいい。ダメだね、もうダメダメ、見えない、満足。これ最後、次最後なんですけど、あのね、サイトでは極秘だったから、なんかシークレットみたいな感じで書いてあって、あの会場でしかな見れませんみたいな感じ。タペストリーだね。でもね、なんかこうモヤモヤってかかってたけど、なんか赤かったの、レンジかなみたいな。いや、レンジしかおらんよなって、と思ったらね、レンジなんだ、レンジを買ったらもうビャックも買わなきゃでしょってことで、タペストリーを2つ買いました。我が家は6万体になります。お値段2200円。意外とタペストリーってそんなもん、5000円ぐらいするイメージだったけど、タペストリーって初めて買った。あ、やばいやばい、やばい、うわ、何これ、してる感じのタペストリー、タペストリーで飾ればいいんだよね。やばい、ビャックがこれでしょ。レンジ開けたら死ぬんじゃない、私やばい。もうやばい、もうかっこいい、もうかっこいい、やばい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 、ビャックリー見て、やだ見て、やば、あーかっこいい、すごい、画面が幸せ、やー、あ、やっぱ2つ買ってよかった。すごいかっこいい。これをね、ちょっと飾ります。幸せすぎるだろう。ブリーチ原画展、本当に幸せでございました。千年決戦編ね、とうとうね、今年だよ、今年。今年のでも冬アニメだったかな、冬かな、秋、冬秋。いろいろね、やりたいことをね、私今ダイエット、体作りをしてまして、それのトレーニングの様子とかもね載せて、一緒にダイエット頑張っていこうみたいな動画をね出していこうと思ってるので、そちらもぜひ見てくださったら嬉しいです。そんな感じでバイバーイ。